はい、どうも、のむてつです。今日はこちらです。また台湾ネタですが、知らないと損する、台湾旅行で得する ATM、損する ATM ということでよろしくお願いします。はい、えっ、ー、と、先日から続いている台湾ネタなんですけれども、今日は ATM です。ATM、いろんな ATM あるので、まあ、それをいろいろ使ってみて比較してみましたよっていうので、あの、まとめた記事を作りまして、それの紹介動画になります。 はいこちらですね。で、えー、っと今まであのー、2019年ぐらいからですね、えー、っと2023年10月にかけてなんですけど、何回か行ってあの調べてきました、それをまとめたのがこの表なんですけれども、14銀行、22回の ATM 引き出し結果になります。 はい、ずらずらずらっといって、まあ、一番上のお得な順から、お得というかね、あのおすすめ順から並んでいます。で、えーと、注目したいのはこの3点ということで、言語の表示。そうなんですよ、これ、意外にね、台湾の銀行、あの日本語表示されないんですよ。されないのが多くてですね、あの英語か中国語っていうふうになってる ATM が多いです。 で、その中で日本があるのは台湾銀行。で、この長方国際商業銀行ですね。で、あと中国信託銀行というの日本があって、この3つは、まあ、言語の面ではおすすめということですね。で、その次、ATM オーナー手数料。これは、あの、ATM 手数料って2つあるんですけれども、あの、カード会社が取るやつ、ATM。 手数料ともう一つはこの ATM の持ち主が取る ATM オーナー手数料ですねそれを取る銀行取らない銀行があってこの中国信託銀行がと大新銀行というのが取られますその2つが損なのでそれは避けた方がいいよねっていう話ですねで次えっ、ー、と DCC の悪質レート表示っていうのがあるんですねでこれがまあ出るやつと出ないやつがあってまあもうざっと言っちゃいますとこの 国体セカ銀行ですね。はい、ここが、あの、DCC 表示があります。 で、耐震銀行もあります。なので、この二つは、あんまり、あのー、初心者はね、あんまり使わない方がいいよっていうような話なんですが、これをちょっと詳しく見ていきましょう。あ、で、そうなんですよ。まあ、あのー、ここで一番言っときたいのは、えー、っと、この耐震銀行ですね。耐震銀行、本当これ、中国語の表示しかなくて、で、ATM オーナー手数料も取って、で、DCC もね、あのー、 出るということなのでもうこの耐震銀行はやめた方がいいよっていうのはもう確定ですねでは次行きましょうでえっ、ー、とさっきのあごめんなさい戻ります atm オーナー手数料ですね atm オーナー手数料について見に行くんですけどさっきも言いましたように atm の手数料っていうの atm 手数料っていうのは2つあります で、あの、ちょっと紛らわしいんですけど、現地 ATM 引き出しをやった時の手数料っていうのは5種類あるんですね。こうやって、両替手数料、海外 ATM 手数料、ATM オーナー手数料、で、利息は海外事務手数料。で、5番目、繰り上げ返済の手数料ですね。で、今言ってた2つっていうのは、この2番と3番なんですよ。2番と3番が、海外 ATM 手数料という名前で取られるやつなんですけど、で、1つが、これ、カード会社が取るやつ。で、もう1つが、 ATM の持ち主銀行などが取るやつってことですねでこの ATM ここに書いてありますけど一番下に ATM 選びによって変わる手数料っていうのはこの ATM オーナー手数料 ATM のオーナー銀行などが取るのはこの3番だけなのでこれだけが取られるか取られないかっていうので ATM 選びっていうのは変わってくるよっていう話ですねここはねはいでえっ、ー、と実際どんな感じかっていうと はい、えー、とこれですね、これちょっとちっちゃいんですけど、見えるかな、はいはいはい、こんな感じで画面で出てくるの、このお取引には、あのニュー台湾ドルですね、台湾ドル100の、100台湾ドルの手数料が発生します、実行しますかみたいな風で出てきて、これ、続けるっていうのは,はいっていう風にしないと、次進めない感じになるんですね。 で、えー、とこれなんですけど、あのー、さっき取られるよっていうふうには書いたんですが、あのー、クレジットカードだと取られません、えーと。クレジットカードの時も出るんですよね。こうやって。これレシートなんですけど、あさっきの画面みたいに ATM の画面でも出ます。でえっ、ー、とレシートでもこういうふうに手続き費っていう風で ATM オーナー手数料取るよっていうふうに出るんですけど、でもレシートには出るんですけど、実際、 日本のクレジットカードだと実際は請求されません。なぜかというと、借金だからですね、海外キャッシングって、クレジットカードでお金を引き出すというのは、借金になるので、海外キャッシングっていうのにあたるので、それっていうのはあの、基本的には利息しか取っちゃダメだよみたいな。 ルールがあるんですね。なので、そういう海外の、海外の銀行が出る手数料も、実際にはカード会社が負担するような感じになります。なので、あの、我々、ユーザーとしては取られないっていうことで、それどこで確認できるかっていうと、こういうふうに、これ、ちなみにエポスカードの利用明細なんですけど、キャッシングご利用分っていうところで、こういうふうに対し、これ、耐震銀行のやつですね。これ、上と同じです。上のレシートと一緒で。 100台湾ドルを下ろしたんですけどこの ATM オーナー手数料請求されなくて請求されたのは100台湾ドル引き出した100台湾ドルの分だけしか取れないっていうことになります。はい で、それがこの辺に書いてありますね。で、一方、あの、クレカ以外の場合は、デビットカードとかプリペイドカードですね。そういうのは取られるので注意してください。あの、外貨両外に強いって言われてるね、レボリュートとかワイズ、ここに書いてもありますけど、そういうのでも、あの、あとソニーバンクウォレットね。まあ、あの、台湾であんま使うことないかもしれないんですけど、そういうので引き出した場合は、この ATM オーナー手数料取られちゃうので、その場合は、 えー、さっき言ったこういう ATM オーナー手数料を取る中国信託銀行だったり耐震銀行っていうので引き出すのはやめた方がいいですよっていうことですねはいそういうことでしたでその次、えー、さっきの表に行ってその最後の点ですねこの DCC の悪いレートっていうのを表示するのがどういうものかっていうのをちょっと見ましょうはいこれがえっ、ー、と 国世界銀行 DCC の画面で,す、ねで、えっ、ー、と、こんな風に出て、なんか、ちょっと大きくしましょうか。なんかね、結構ね、よくわからない、リクエストって書いてあったり、まあ、マークアップって書いてあったり、 まあエクスチェンジはね、あの、両替なんで、まあ、見たことあると思うんですけど、あんまりね、あとコンバージョンですね。こういう、なんか見たことがない、あんまり馴染みのない単語がポンポンって出てきて、ぱっと見よくわからないんですよ。それがこの DCC の特徴でもあるんですけど、この DCC って何かっていうと、ダイレクトカレンシーコンバージョン。 まあちょそ直訳すると直接の通貨両替のことなんですね。で、あのその前提としてはあのー、クレジットカードもデビットカードも一緒なんですけど、あのカードの下のとこにビザとかマスターとか JCB とか書いてありますよね。あれ国際ブランドっていうんですけど、海外で使うときはその国際ブランドが両替してくれるレートを使って、あのー お金を使うことができるよっていうのは約束事になってるんですけどなのでつまりはあの両替はその国際ブランドがやるんですねその国際ブランドを飛ばしてこの人たちが両替するんじゃなくてこれだったら国体世界銀行のこの我々の atm が両替しますよつまり直接私たちがちょ両替しますっていう提案がこの dcc ってやつなんですね。ダイレクトカレンシ心交番上ってやつで。で、これ、まあ、私たちのレートで両替しますよって言ってるからこうやって出てるんですけど、このレートが悪いんですよ、基本的に。はい。で、99%が悪いって書いてあるんですけど、ひょっとしたらいいやつもあるのかなと、 かもしれないなと思うので99って書いてるだけで基本的に私もいいレートのやつは見たことないです。この国際国体世界銀行の場合はこれ4%は載せてありますよね。なんかこれがなんか2.5だったり5だった5%だったりあのいろんな銀行によって違うんですけど基本的にはもう4%ってなった時点で結構両替としては良くないのであの基本的には良くないっていうふうに判断しちゃっていいですで。 こういうふうにね、あの、さっきも言いましたけど、よくわからない単語を使ってきて、え、え、何これどれを押したらいいのこれ3つも押す場所あるんだけど、で、一番左は取り消しだから違うとして、じゃあこの2つ、どっちを押したらどういう意味になるのみたいな感じで戸惑って、まあ、まあいいや、うーんと、右って押したと、押したら、この手数料取られちゃうんですよ。で、まあ、あのー、この真ん中を押せば、その、さっき、 言っていたビザとかマスターとか JCB のレートでできるんで、真ん中のやつを押せば大丈夫なんですけど、なかなか判断一瞬ではつかないですよね。それ、そういうなんか困った状態に乗じてですね、あの、来るのがこの DCC っていうやつで、非常に嫌なものです。旅行者にとって。で、 これっていうのがどうなんでじゃあこんなことしてくんのっていうとつまりは次に書いてあります DCC アクシスレートの存在理由っていうのはこの DCC で ATM や店がまたそれで儲けようとしてるんですねはいで旅行客から両替手数料をぼったくるとだから99%が悪いレートになってんだよってことなんですけどあのここに書いてあるのはあの免税店とかであったことありますかねこれあの日本円 てにしますそれとも現実が台湾ドルにしますって韓国,韓国だったら韓国ウォンにしますかとかそういうふうに聞いてくるお店とかあるじゃないですかまだ聞いてくる店はいいんですけどこれってあの黙ったままあの日本円にしてくるやつとかあるんですよそれってよくちゃんとあの明細を見てチェックするとすごい悪いレートで了解されたりしてるんですねで まあ、ここに書いてあります。あ、よくわかんない。じゃあ、日本円にしときますね。みたいな感じ。日本円の、あの、クレジットカード、日本のクレジットカードですから、日本円にしときますね。みたいな感じで、優しく言うんですけど、それ、店の受注にはまっていて、それ実際は損なんですよ。あの、これ、覚えておいてほしいんですけど、まあ、海外で払うときは、 そうやって選ばされた場合は現地通貨建てがお得だっていうのは覚えておいてください。でそれはあのこの ATM の場合も一緒でさっきみたいにこういうふうにボンって言ってよくわかんないなっていうのが出てきた場合は基本的には現地通貨を選ぶように選んでください。 この国体世界銀行の場合は、この表示が、現実通貨はこれですみたいな感じで書いてないので、余計意地悪なんですけど、あの、現実通貨か日本円かみたいな風に選ばせるような ATM もあるので、その場合は日本円ではなくて現実通貨を選ぶっていうのは覚えておいてくださいね。で、その銀、それがを出す銀行っていうのが一つがさっきから言ってる国体世界銀行。で、もう一つが耐震銀行ってやつですね。 で、これなんですけど、うわ、もう海外の ATM ってえげつないよなとかって思うんですけど、実は日本の ATM もやってまして、これがですね、ここですね。はい、これ、セブン銀行なんですけど、22年7月7日に DCC サービス開始ですみたいな、これでもやらしいんですけど、なんかね、あの、ユーザーのためを思ってやってますみたいな。 ここですね、ATM を利用する時点でお客様の時刻通貨てにて利用金額を確定できますって言って、あの、すごくお得ですよみたいな風に書くんですよ、どこも。だから日本の銀行も一緒なんですけど、それをやるんですけど、実際のそのレートってめちゃくちゃビザとかマスターとか JCB より悪いので損だっていう話ですねや。めやめた方がいいですっていうことです。 で、えっ、ー、と、今のところ、ざっと最初のね、この表の,あの、この3点について見てきました。で、それを踏まえて、じゃあ、あのどんな ATM がいいの、台湾でねっていう話を、こちらですね、台湾で見つけやすい ATM としては、この5つあると思うんです。で、一、えー、つが台湾銀行、で、地方国際商業銀行、この2つは、えっ、ー、と、桃園空港ですね、東円、台北東円。 国際空港ですか。はい。桃園銀行って言いますけど、桃園銀行のところに ATM が見つけやすい場所にあるので、そこで、しかもあの窓口がすぐ外近くにあるじゃないですか。あ、これちょうど写真なんですけど、これあの夜だったので閉まってますけど、窓口が近くにある ATM っていうのは非常にトラブル時に安心なので、この2つ。で、しかもぎあの空港っていうのは割と、 ガードマンとかもいたりね。あの、安心な場所なので、ここが2つおすすめだっていう感じなんですが、えっ、ー、と、他、この連邦銀行、これっていうのは、大園銀行のから、えっ、ー、と、台北市内に行く MRT がありますよね。MRT の券売機のところに、あの、券売機に紛れていあるんですよ。なので、大体みんなが通る道線のところに置いてあるので、おすすめなんですけれども、さっき言ったように、窓口が近くにないんですよね。 だから、もしトラブルがあった時、カード吸い込まれちゃったよとかっていう時はなんかそこにある電話とか。で、中国語で説明なかなか難しいじゃないですか。だから、そういう意味ではトラブル時にちょっと不安があるので、この連邦銀行、いい場所にあるけど、ちょっと初心者には難しいねっていう話になります。で、さっきも出てきてます。国体世界銀行。これ、台北市内のね、あの MRT の駅に行って、 いっぱいあるんですけど、あの、黄色と緑のね、あの、ロゴであるん、めちゃくちゃ目立っていっぱいあるんですけど、窓口が近くにないですよね。で、もう一つさっきから言った DCC のアクシスレートの表示もあるので、あんまりおすすめではない。ちまあ、ちょっと中級者向きですね。もう台湾によく慣れて ATM もだいぶ慣れてきたなっていう時は使っちゃってもいいのかなと思います。で、5番目、中国信託銀行。この中国信託銀行は、あの、 コンビニの中にあるんですよ。だから割とつ、あのー、まあ夜とかもね、安心して明るいし使えるなと思うんですけど、やっぱり窓口近くにないじゃないですか。トラブルの時に電話必要になるんですよ。ちょっとそこらん不安。で、プラスしてさっきあの言ってました、ATM オーナー手数料を取る ATM なので、ちょっと、あのー、クレッカーを使った場合ならいいんですけど、デビットとか、プリペイドカードとか、その場合はちょっと、 やめといた方がいいよということになります。はい書いてますが窓口や係員が近くにいる ATM ならトラブル時もゼスチャーや筆談でねあの相談が可能ですが最初のうちはねあのそういう ATM を選ぶのが無難だっていうことにでまとめてあります。はいで、えー、と次でで次すねで あ、で、これですね。これもちょっと言っとかないといけないんですけど、海外の ATM で一番多いトラブルっていうのが、えっ、ー、と、ATM の中にカードが吸い込まれることなんですよね。入れたけど、お金引き出した。お金取ったけど、そのお金をしまうのにもぞ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 ってやっていて、カードそのまま抜かずにいた場合、カード吸い込まれちゃうんですよ。これなんですけど、あのー、ここに画面出てますけど、この、 ATM はあと43秒でとかって、ちょっと薄いですけど書いてあるんですね。43秒でカードを吸い込みますよって書いてあるので、まだこれ安心なんですけど、あの、これ書いてなくて、書いてない ATM でもだいたい吸い込まれるんですよ。というのは、あの、下に書いてありますこれ防犯のためなんですね。なんでかっていうと、あの、そのままカード出っ放しだったら、悪い人がそれ取っていっちゃうこともありますよね。 あのー、そのまま抜いてなかったらそのまま取ってっちゃってそれ他で使われちゃってみたいなこともあり得るのでその防止するためにはい取らないんだったらもう回収しますみたいなんで吸い込んじゃうんですよだからそれを防ぐために出てきたカードはすぐに抜き取るようにしてください海外のやつは結構吸い込まれることが多いので忘れずにちゃんとあの抜くサッと抜くようにしてくださいねはいということで 今日のまとめです。はい。えっ、ー、と、で、おすすめの ATM は、まあ、あの、ももぞのにね、ある二つが、やっぱり初心者にはおすすめです。台湾銀行と、情報国際商業銀行ですね。はい。で、えっ、ー、と、その他の銀行っていうのは、別に、あの、使っちゃダメだってことじゃなくて、その他の銀行にある AT でも、でも 別にさっきも言ったように特にその余分な手数料取られるっていうところは少ないのでほぼ大丈夫です。この下にある ATM だけは避けましょう。おすすめしない ATM をちょっとおさらいしておきます。あ、これ最初にちょっと言うの忘れてましたね。あの郵便局の ATM あるんですけど、これ郵便局の ATM は100台湾ドル札を出してくれないので、だから私はあんまり使ってないです。あの細かい とこ細かいお金使うこと多いじゃないですか台湾ってあの余市とかねはいなのであの100台湾ドル札が出てきた方が便利だと思うので郵便局の ATM はあんまりおすすめしてないですで次 DCC のアクセス悪質レートが出る ATM っていうのはこの国体世界銀行とタ新銀行ですねで ATM オーナー手数料を取るのは中国信託銀行コンビニに結構ある中国信託銀行とタ新銀行ってことになります で、まあ、あの、さっきも言いましたが、耐震銀行は、この DCC の悪質レートが出るし、ATM オーナー手数料も通して、さらに、英語表示すらないんですね。これ、全部中国語なんですよ。はい。なので、あんまり、あの、やっぱ慣れてない人は使わない方がいいです。耐震銀行はの ATM は避けましょうということですね。はい。で、えっと、初心者は、モノトの空港到着時に、到着ロビーにある ATM を使うのが一番無なんですよと。窓口も近くにあるから、ね。 ということなんですね。はい。ということでした。で、えっ、ー、と、今回ね、あの、紹介したやつなんですが、すべて、えー、紹介した内容なんですけど、こちらの記事に集めてあります。えっ、ー、と、台湾 ATM 現金引き出し方法と安全な ATM の選び方っていう、あの記事にすべて、この最初のね、あの、比較表とか、含めて、すべていろいろ、 詳しく載せてますので、ぜひこちらのね、ブログの記事もぜひ興味がある方は見てみてください。あ、そうですね。この DCC の悪質レートのこともまとめた記事も作ってありますし、これは全世界版です。台湾だけの話ではなくて。で、えー、こちらですね。あとスキミングの、スキミングの詐欺ってあるじゃないですか。あの、カード番号を読む盗んだりねあの、暗証番号ですね。 を盗んんだりすするるようなやつがあるんですけそういう詐欺に対してこういう手段でやってるよみたいなのとかこんな感じこんなところがあの安心ですよみたいなものをまとめた記事がこれですね安全な危険な ATM と安全な ATM を見分ける方法とあとスキミングの手口40枚みたいなの写真っていういろんな やつをまとめた記事がありますので、ぜひこの辺も見てみてください。下の概要欄に URL 貼っておきます。はい、えっ、ー、とこういう風うにノムテスの海外保険と海外療外貨両替研究所っていう形でやってますので、チャンネル登録をお願いします。今日は以上です。ありがとうございました。ではでは。